はい、こんにちは。YouTube やってるやつ、大概の話、おはようございます。それじゃあやっていこうかな。音がないじゃん。今日はちょっとパート5のやり直しだよね。これをあれにして、優しいにして、パート5いらないわ。で、これをちょっと取り直します。悟空ばかり使ってるからね、ちょっと、もうしょうもないと思うんで。ピッコロは、まあ後から使うんだけどね。ピッコロ、ベジータ、トランクス、ご飯、悟空、これでいいと思う。セルも使いたかった。次やるんだ、セルかな。今日はベジータで。で、難易度優しい。出やすい。出やすいわ。あれ、こっち出ないの？あ、出た。これあれが違うんじゃないの？あ、出るか。多分違うと思うよ、これ。ほら、出ないじゃん。あ、やっぱこう合ってるわ。合ってる。じゃあ今日はベジータでやっていくかな。なんかでもコマンドをね、オリジナルにしたことによって違うゲームとしてなんか楽しめるな。グラフィックとかは同じでいいんだよ。なんかそれを変えたらさ、キャラ上でなくなるからさ。あれ？また出なくなったよな、これ。あれ？お、いいね、いいね、いいね。かっこいい。いやー、久々にあれだな、なんかやってて楽しいな。無駄にほら、ちょっとごめんなさい。目にゴミ入ったから。ちょっと待って、俺ってそういうんだよね。もう基本的に無駄動画だからね。収録始めてからね、コントローラー吹き出すからね。できてるわ。なんかこういうのにはめ込んであったら面白いなっていうのがあったけど、移植されたのってもう何だろうな。この PC 原理っていうのは PC 原理で発売してるんで、ファミコンにも移植されたからパロディですよね。あれぐらいかな、面白いの。そう言えば、なんかね、しょうもないね、なんか、なんだろう、飛龍の剣みたいな格闘技ゲームとかあったけど、こんなに本格的な格闘ゲームってファミコンでなかったし、作れなかったんだよ。どんだけマッパーあれしてるんで、容量の関係で、余裕の関係あるとしてもさ、やっぱりちょっと貧弱すぎるから、もうファミコンでさ、できることってさ、全部試してるよ。それでそのファミコンとかじゃ無理だからっていうんで、スーパーファミコンをね、開発したわけだ。もうファミコンじゃ容量が限度があるっていうんで、でそっからなんだ、ファミコンじゃないわ、任天堂64か。そう、64ってさ、性能もあんだけにいいのにさ、不発だったね、あれ。
好きは好きなんだよね、やっぱりスーパーハムとかやった。あれ出ねえ。ああ最後は倒しちゃった。最後一つ決めたかったんだけどな、なんだろうそれ。あ、このゲームキャラクターを聞くてやりがいがあるわな。なんか難易度が簡単で、なんだこれか、骨がねえなって言う人もいるけどね、ほらこういうのがいい力だよ。なんかこ判定が出ないんだよ、なんだよこれ。ほらこれは出ないほら、なんだこっち出るんだよね、ちょっと見て、あれが出ないんだよ。なんだろうこれ、なんかね、出なかったら気持ち悪くなるんだな。ほら、なんで。なんで出ないんだよ。こっち出るんだよね。あれ？ひょっとしてこっちから出ない説？あ、出た出た。出たことないんだよね。そんなことない。あとこれコントローラー変えてみるか。これもともとやりにくいんだよ、この。でもファミコン自体がめっちゃ違うよな。ソニーはさすがにさ、十字ボタンの発明だからさ。これ十字ボタン発明だからこれね、やっぱここ真似できないんだろうな。やっぱ格闘ゲームって本当に十字キーないと無理だわ。なんかもう発明だと思うよ、あの十字ボタンは。地味だけどね、その発明ってそこまで言えるか、実用支援ぐらいでいいんじゃないかと思うけど、あのこれでもあの発明、格闘ゲームでさ、ほらこれボタンをさ、なんていう、忠実に入れれないんだよ、このキーをね。他に力入れて逃げちゃうっていうか、思ったもんコマンド打てないんだから。それから考えるとさ、あの発明だと思う。あの俺あれ、あのなんていうの、コントローラー、ファミコンのコントローラーとスーパーファミコンのコントローラーと別にジョイコントローラーっていうかさ、あのあるじゃん、パソコンにつなぐゲームコントローラー。あれでもいいんだけどさ、ちょっとその、なんだろう、気分を高めるためにさ、ファミコン型のコントローラーと、スーパーファミコン型のコントローラーを持ってます。あ、俺今ここに置いとこうか、このゲームウェア。なんで下置いてるんだよ、宝の中さんで。結構安かったんだね。1600円くらいだったかな。結構安かった。で、その1600円くらいは俺、せこいから、あの、なんか800円くらいでさ、あの、バーゲンセールで買ったからね。なんか箱とかもちょっとよれてたから、ね、そんなどうでもいいと。だね、こういう、なんか、俺みたいな、こういうプレイヤーっていない、あんまいないんだろうな。PS3、PS4 とか、俺、だから、本当にさ、PS2、3、4とか、知らないんだよ。今、どんなゲームが出てるかとか。レトロゲーマーなんでさ、こういう方が好きなんだよね、なんかこういうのがなんか好きなんだよ。もうなんかさ、 3D のゲームじゃん最近って。なんかもう分かんなくなるよ、なんか空間認知がさ。悟空ちゃんもあれやな、1個か。何なんそれ。
いやーなんかこのゲーム好きだわ、いいわこれ。これあれだからファミコンだからエミュレーターっていうか、例えば何でもいいけどさ、アンドロイドだってあるんでしょ、なんかエミュレーター、それできるよこれ。ファミコンのエミュレーターできるよ、ね、下手したらさ、あのクラシックミニでもできると思う。あれインストールできるんだ、ゲーム裏技も。そこも知らないでしょ、そこまで知らないな。これまた YouTube とかで上げるかもわかんないけどさ、そうなんだよね。あれクラシックミニってさ、公にはされてないけど、あの基盤さ、ソフトが入れれないって言うじゃん。あれ入れれるんだよ、プログラムでさ、 USB つないでさ、パソコンつないで。そこまで知らないよな、みんな。 YouTube や誰か上げてるかもわかんない、俺みたいな。だって俺みたいな、あの、あと賢いやついっぱいいるんだもん。あれね、そのゲームの中に入れれるんだよ。実は入れれるんだよ。だから自分の好きなソフトを、あの、入れることできるんだよね。それをなんか、そうやな、普通の人間知らないよな。だ、6500円かで、HDMI で、まあ、あの、なんかさ、ペットできるさ、あるじゃん、なんか30E1 とかさ、そういうソフト。なんで5回目で、そういうのやるよりかは、まあ、価値あるかなと思うけどね。こっちが出ないんだろう。何がいけないのこれ。多分どっか他に入ってるんだろうな。でこれほら、こっちは出るんだよ。こっちは出ないんだ。なんで？こっちは出るんだよ。ほら。なんだろうね。なんだろうね。そうだね。なんか こっちはほら、こっちはボンボン出る、ほら。こっちは何なんだろう。こっちはボンボン出るんだろう。ボンボン出るでしょ。これ水はもうちょっと透明度欲しかったな。ちょっとなんか透き通った感が欲しかったな。もうちょっとそこら逃げたらな。地面とかほら結構グラデーションかけてるんですよ。うわ、しかもこれすげえ。俺気づいた、あの継ぎ目のとこで、あの二重スクロールかけてやがる。二重スクロールわかんない。あ、え？二重だね。あのグラデーションのとこってほらスクロールかかってる。すげえ。そうやってさ、あのなんかこう細かく見ていくとさ、ゲームって、ファミコンのゲームってね、もう端から端までね、こうシャブつけるんだね。やっぱり悟空の色が、てかこれよくできてるよな、この色が少ないのにさ。はい、それではですね、これ一応パート5に しようと思います。パート5は確か音楽なくなるまでやってたかな。これ一応最後まで聞きますね、音楽がなくなるまで。次どうしようかな。悟空でスーパーやるかってとこだけど、まあそのね、海外はね、そのなんか難しいモードでやったら、あの何かなるかっていうのはないんだよね、そういうの。息抜きだからゲームは。日本人ぐらいだろうな、なんかやり込みだろうなんなのっていうの、そこら辺わけわからないんだよね。だから要するにね、金も稼げないのそこまでやり込んでどうするのっていう感じが外国にはあるんだろうな。
よし、それでは降りまーす。